どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、アニメ大の大冒険、新章突入って感じですね。今まで大たちが各地で活躍していたのが、レオナの力で世界中と協力する体制になってきたな。それでですね、以前一度出したことがあるんですが、大の大冒険の世界の地理についてお話ししようと思います。今回がサミットだったからな、いいんじゃないか。まだアニメの段階では確認できない情報も含め話すので、ちょっとでも情報を入れたくないという方はブラウザバック推奨です。お願いしますだぜ。それでは早速本編、行ってみよう。さてさて、これが大の大冒険世界の地図です。これだけじゃ正直わからないな。ではそれぞれ国名を表示していきます。まずは大が育った島、デルムリン島。国ってわけじゃないけどここは外せないな。まだ赤子の代がかつて存在した王国、アルキード王国によって父バランと引き離され、その際に、船が難破して代は一人、南の孤島に流れ着きました。アルキード王国、ってのはもう地図にはないんだよな。アルキード王国については最後にしましょう。了解だぜ。現在のデルムリン島はアバン先生が使った、ハジャの呪文、マホカトールが島全体に影響してるので、魔王復活後もモンスターは平穏に暮らしているようです。いなくなってなおみんなを救う、とんでもない存在だぜ。そしてダイが初めて訪れた国、それがロモス王国でした。クロコダインの百獣魔団に攻撃されてたな。国王は死なな、とってもいい人なんですが、いろんな奴に騙され利用されちゃいます。本当に、いい人なんだよな。原作ではレオナたちに出会う前に訪れた国で、アニメではネイル村でマームと合流した後に訪れてます。最初の偽勇者との戦いが船の上になってたもんな。デルムリン島とロモス王国があるラインリバー大陸の航海は、ダイとポップは小舟で5日間、ロモス王国の船で3日間かかりました。結構長い間ダイとポップは小舟の上で生活してたんだよな。ポップがダイに釣りを教えてやると息巻いて、結局ダイの方が強化を上げる姿、目に浮かびます。ありそう。マームのふるさと、ネイル村はおそらくこの辺りですね。村の男はだいたい白い警護とかに行ってるんだっけ。小さな村の苦しい事情ですね。ロモスは作中では獣王クロコダインとの激突や、武術大会での超魔生物ザムザとの戦いがあり、武闘家に転身したマームはラインリバー大陸の奥地で、剣聖ブロキーナの指導を受けて武闘家になりました。ウィズ中。そしてロモス王国を出て、デルムリン島経由でダイたちが向かったのが、当時不思議団によって滅ぼされていたホルキア大陸のパプニカ王国です。レオナが治めている国だな。ここホルキア大陸はかつてハドラーが居城にしていた地底魔城があるため、勇者アバンの時代は最も厳しい状況下にあったそうです。現代でもヒュンケルの不思議団、フレイザードの氷炎魔団、バルジ島では妖魔師団と魔影軍団も加わって攻撃してきたもんな。レオナが治めてるだけあってダイたちとの関わりが一番多い国で、作中のダイたちが一番滞在したのはこのパプニカ王国です。ポップの師匠マトリフがこの地方に住んでるから、狩猟とかで滞在するならとりあえずパプニカ、なんだよな。今回のサミットでもそれぞれ国王は登場しますが、それ以外の人物でも登場人物が多いです。バダックさん2、3件者、それぐらいか？実は偽勇者一味のマゾッコさん、あとこの辺の悪者もいます。そういや嫌がったな。その後、彼らの行方を知る者は、誰もいなかった。ゾンビやアンデッドに殺されてるだろ、多分。腐っても賢者ですよ。レオナに術教えたとかなんとか言ってたもんな。バロン型キラーマシンをブラッディースクライドで貫くところ、とかは想像すると見たくなっちゃいますね。いいぞ、やっちまえ。ヒュンケル、ハドラー、フレイザードと撃退しレオナを救ったダイたち、その激戦で傷ついた武器を新調するために向かったのが、ギルドメイン大陸ベンガーナ王国です。国王はこいつだな。クルテ真っ赤な7世、サミットの時には傲慢っぷりが伺えましたね。協調性のない奴だった。ベンガーナはデパートに軍港、軍事経済両方に力を入れている国で、最も安全な国、と呼ばれているそうです。RPG 世界でデパート、なんてびっくりだよな。作中ではそのデパートでのドラゴン戦と、アニメではなくなってましたがガルダンディによる暇つぶし攻撃。その強力な軍事力は国内では発揮されていませんでしたが、国王はパプニカではその力をかなり慢心した様子でした。言ってたな、この時のためにガルダンディの、待ち合わせついでの攻撃がなくなったんじゃないか、って。真相はわかりませんが、デパートでのドラゴン戦を終えたダイたちは、ダイの出生の秘密を知るため、神秘の国テラン王国へと向かいます。病気がちなこの人が王様だな。フォルケン王、メルルの才能を見抜いたり、知識も幅広い王様ですね。いい人、ぽい。テランは自然を愛する国、故に国民に武器や道具の開発を禁じ、それが合わない国民は次々と国を出て行き人口は50人程度。限界集落もいいところだな。
遠からず消滅しそうな国ではありますが、作中では大とバランの開口があった運命の地です。竜の神を信仰してるんだっけ？自然を愛し、竜の神を信仰し、大とバランが激戦を繰り広げた際は、国民はただただ祈ることしかしませんでした。変わった国、だよな。ベンガーナやテランがある大陸中央は、魔王軍ヨウマ師団が攻略担当でしたが、ザボエラはたびたび他の戦場に顔を出していたり、あまり本腰ではなかったので割と軽傷で済んでいて、魔王軍を滅ぼした後の世界の中心は、ベンガーナになるのかもしれません。ロモスも大のおかげで軽傷だけど、世界の端っこにあるのはこの地図を見てもわかるもんな。ベンガーナ、テランの東方にはポップのふるさと、ランカークス村がありました。ロンベルクと出会ったのもこの周辺だろうな。ギルドメイン大陸には他に2つの国があります。ベンガーナテランからギルドメイン山脈を挟み大陸の端にある、リンガイア王国、城塞都市と呼ばれる強固な守りを誇っていたそうです。そうです。バラン率いる恐竜軍団によってわずか5日で滅ぼされました。全然守りが強固じゃない。一応フォローを入れておくと、この時、リンガイア最強の戦士はオーザムに遠征中で、その不在の間にリンガイアは滅ぼされたようです。まあ相手がバランじゃ誰がいたって同じだろうよ。国を指導する立場の人間は、バウスン将軍という人が三賢者に救われたのみです。全滅じゃないだけマシ、か。そしてギルドメイン大陸残りの一国が、アバン先生の故郷であり、同じく恐竜軍団によって滅ぼされた、カール王国です。屈強な騎士団がいる、だな。かつてはマームの父親ロカが騎士団長を務め、現代の騎士団長ホルキンスもバランと剣技で互角という実力者。ですがリンガイア同様、恐竜軍団が5日で滅ぼした国です。この世界の強い国って信用ならないな。一応、恐竜軍団が介入する前は、ミストバーン率いるマエー軍団の進行は食い止めていて、リンガイアよりは長く抵抗していたようです。さすがアバン先生の母国、なのかな。魔王ハドラーの時代から魔王軍との戦いの先頭に立っていた、女王フローラの存在も大きかったかもしれません。でも国が滅んでいるからフローラの存命も不明な状態だな。またこのカール王国近隣には、アバン先生がハジャの呪文を習得するために訪れた。ハジャの洞窟と呼ばれる高難易度の地下ダンジョンも存在しています。デルムリン島を救ったマホカトールがそれだな。それを経ていないポップが成功させたマホカトール、やはり彼は天才のようです。また始まったよ。そして最後の一国は北国オーザム、この国はフレイザード率いる妖艶魔団に徹底的に滅ぼされたため、原作すべてのストーリーで、この国の出身者すら登場することはなかったです。さすがにやることが残虐だな。これで現存するすべての国、ですが10年ほど前にはベンガーナの南にアルキート王国がありました。バランの怒りで大陸ごとなくされたんだよな。それまで人間のために戦ってきたバランを、人間を憎み滅ぼす存在とした国です。アルキード王が余計なことをしなければ、カールもリンガイアも滅びることはなかったんだな。ですがバランとソアラの子であるディーノがデルムリン島に流れ着き、勇者代が生まれることもなかったので皮肉な運命でもあります。バランがバーン様に勝つ未来、浮かばないな。守るものがあれば人間は強くなる、っていうのは主人公あるあるではありますけどね。それで埋まるさかな。とにかく、そのアルキード王国を除いた7カ国が現在の大世界です。これでサミットが行われるわけだな。指導者が行方不明なカールとオーザムを除いた5カ国による世界サミットですね。アニメで言えば自習だな。それでこの世界地図、よく見ると日本列島と同じ形をしてる、っていうのを改めて言っておきましょう。そうだな、ちゃんと聞くのも3度目とかだな。ロモス王国があるラインリバー大陸が九州、ロモスがあるのはちょうど熊本のあたりですかね。その南にあるデルムリン島は屋久島とかになるんだろうか。パプニカのあるホルキア大陸が四国、フレイザードと激戦を繰り広げたバルジ島は淡路島ですかね。バルジのオーズとか、まさに、って感じだな。最大の大陸、ギルドメイン大陸は本州、ですね。カールが広島、ベンガーナが大阪、テランが京都、リンガイアが青森、って感じだな。そしてオーザムのある丸の浦大陸が北海道、オーザムがあるのが札幌の位置ですね。東京がないのはちょっとびっくりだな。物語の当初から登場するロモスパプニカと違って、残りの5カ国には地図に関する名前の由来があるようで。オーザムはオーサムイ、リンガイアがリンゴ、ベンガーナがデンガナ、テランがテラ、カールはカープなどそれぞれ五感を残した形です。一応その地方にちなんだ感じになるんだな。最後にデルムリン島以外にも物語に登場する、土地の名称も見ていきましょう。例えばここはフレイザードによってレオナが氷漬けにされ、魔王軍のほぼ全軍と衝突したバルジ島です。対岸にマトリフさんの隠れ家があったよな。たびたびポップの主要に使われたりで登場しますね。ここはギルドメイン山脈、リンガイアとテランベンガーナを隔てるように存在します。ここは、何かあったっけ？祈願場が隠されていたのがここですね。
そうか、ヒュンケルたちが移動を確認するまではここなんだっけ。その後祈願場は移動して、死の大地の近海まで足跡が確認されました。死の大地、不気味なネーミングだぜ。ぶっちゃけると、魔王軍の拠点はこの死の大地にあります。あ、行っちゃうんだ。アニメエンディングでは対岸の港町サババ近郊から、死の大地を見つめるアバンの人らの姿があり、この死の大地の近くに、ザボエラがハドラーを超魔生物に改造した秘密基地があります。どこにいても悪魔の目玉で戦況を見られるザボエラには、拠点近くで命令に迅速に対応できる方が良かったのかな。魔王軍にとっては、本社が死の大地、栄養所が祈願場、って感じです。栄養所で攻撃してくるんじゃねえよ。以上が大の大冒険地上の世界の解説です。お疲れ様だぜ。いや、まだ終わりませんよ。え？大の大冒険のストーリーが進んでいくと地上だけの物語じゃない？ってのがだんだんわかっていきますよね。そうか、魔界があるもんな。大魔王バーンが神と呼ばれる弱肉強食の世界、魔族というが支配する地上の地下深くに存在する見渡す限り不毛な世界。バランが盟友オーベルザーを滅ぼしたのも魔界だったな。バランや魔族たちが行き来していますが、地上と魔界の入り口が世界のどこかにあるのか、わからないことだらけです。バーン様も完全に地上に移住してしまえば、支配領域を荒らされたりするかもしれないしな。そんな命知らずがいれば、ですけどね。死ぬな。また大の大冒険ではドラゴンの騎士を作ったとされる、神々がいる天界の存在も明言されていて、こちらは魔界以上に謎に包まれた聖域となってます。魔族はまだ地上に来て活動してるからな、マザードラゴンやドラゴンの騎士が存在の片鱗、って感じだ。以上、大の大冒険世界の地図の話でした。こうして見ると狭い世界です。そうだな、日本一個分の世界、確かに狭いよ。この狭さなら大魔王や名竜王が高いに乗り込み、三界の神となろうとする、それも必然かもしれません。バーン様に日本は狭すぎるか。そう考えると、大の大冒険全体のストーリーが、アバン先生と大が出会って3ヶ月ほど。というのも妥当に思えてきますね。あえてゆっくり滅ぼす、というのも余裕ある大魔王感もするけどな。大魔王様なりのゆっくり、がこれなんですよ。スケールが違いすぎる。狭い世界だからこそ大たちが各地に赴き、各地を救っていけたのかもしれませんけどね。すべてがギリギリのところで救われてきたもんな。絶妙な世界です。とにかく、作中では大たちが世界各地に飛び回り、いろんな強敵と激戦を繰り広げてきたわけですが、こんな世界で大は戦ってきたんだ、というのを覚えていってもらえたら幸いです。だぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の大の大冒険動画でお会いしましょう。また見てね。ここまでご視聴ありがとうございました。動画が面白かったという方は高評価、もっと見たいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもコメント、ツイッターフォローなどなどよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。